こんな感じになってます。はい。はい、おはようございます。今日は梅が手に入ったんで、梅シロップ、梅ジュース、どっちが正解かわかんないですけど、それ作っていきたいと思います。はい、梅洗っていきます。3回洗えばいいと思います。こういうところを洗っていきます。そしたらこのへそのみたいなヘタっていうんですか、これを取っていきます。こんな感じでピッとやれば簡単に取れるんで、グッてやれば取れるんで。前の動画で梅干しをやったんですけど、あれは小梅で量が多くて、このヘタ取りがすごい時間かかりましたけど、今回の梅シロップは梅自体が大きいので数が少ないからあっという間に終わりそうです。梅干しの動画もよかったら見てください。ヘタ取り終わりました。そしたら、拭いてきます。こんな感じで拭いてってください。はい、砂糖の量を測っていきます。砂糖の量、今回梅 1.1 キロ使いました。それなんで普通は砂糖も同じ量 1.1 キロなんですけど、ちょっと甘さ控えめに、ほんのちょっとですけど、砂糖は 880g にします。870ですねの砂糖を使っていきます。はい、それじゃあ梅漬け込んでいきます。まず瓶に砂糖を入れます。瓶はこれきれいに洗ってきれいな布で拭いて中は乾燥してます。砂糖を入れたら梅入れます。あ、で、瓶をよくアルコールで消毒とかいうこともネットに出てますけど、今回洗っただけでやっちゃってます。多分大丈夫だと思います。一段ごとに砂糖を入れていく感じでやっていきます。で、今日砂糖、よくネットで氷砂糖使うようなこと書いてあるんですけど、あえて三温糖使ってみました。こんな感じで砂糖入れ終わりました。はい、そしたらこのまんま美味しい梅ジュースができるのを待つだけです。こんな感じになってます。はい、今日は5月の28日、今3時14分です。時々撮影してどんな感じになっていくか撮っていきたいと思います。はい、梅シロップ1日経ちました。正確には19時間ぐらいですね。今は11時状態なんですけれど、こんな感じで、この黒いとこが濡れてるとこだと思いますけど、ちょっとずつなんか梅のエキスが出てきてるのかなと思います。はい、この梅はそのまんま置いときたいと思います。梅シロップ2日目です。5月30日です。今日は状態を見てみたいと思います。こんな感じです。下の方は蜜みたいなのが溜まってます。
これこのまんまにしとくと良くないかもしれないので、ちょっと振ってみます。振ってもまだダメですね。この溶けてるやつを、ああこんな感じになりますね。ちょっとばらけさせて溶けんの早くするような感じでやっていきたいと思います。よく振りました。まだ下残ってんですけど、こんな感じでまた置いておきます。